ックの街キャル。ブロックで作られた建物の中でブロックのフィギュアが暮らしてるキャル。いつも遊んでるブロックがこんな街になるなんて信じられない。忘れないでね、みんなが小さくなってこの世界に来ているからこういう体験ができるのよ。そうだったわ。ってことは幼稚園で襲ってきたフィギュアたちもここでは大きいのよね。そうギャル、みんなと同じ大きさギャル。大変、町の兵隊さんに気づかれちゃったギャル。おお、あの兵隊さん見たことあるぞ。オランチにあったのと同じおもちゃだぞ。おもちゃの鉄砲なんか怖くないぞ。しんちゃん忘れたのギャル。しんちゃんはもう人形と同じサイズなのギャル。人間にとっては豆鉄砲みたいな鉄砲の弾も人形同士ならば十分痛いギャル。逃げるのギャル。キャルキャルキャル。おっしゃ、逃げればいいんだな。うわでかっ。めっちゃデカなっとるやん、あいつ。一番最初めっちゃちっちゃかったのに。ブリブリー。うわぁ、なんだなんだなんだ。ゾウさんがあるな。ここはゾウに変身した方がいいのか。まあいいや。ブリブリー。ブリブリー。あ、チョコビがある。やった。お、びっくりした。ブリブリー。うわぁ、ちょっと。ブリブリー。ブリブリー。ケツだけじゃ、ケツだけ、ケツだけ、やめてほしい。ブリブリー。ブリブリー。よしよし、チョコビゲット。ブリブリー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 。やった、チョコビ3つもあった。ブリブリー。ブリブリー。ブリブリー。おっしゃ、すんなりクリア。あれ、我が名ナルシスト選手ブリスター。止まりなさい君たち。君ら子供は我らフィギュアの芸術性を理解できぬばかりか、時にくだらぬ落書きで我らを侮辱する不届き者だ。そして敵のフィギュアという理由だけで私の体にいくつもの傷を負わせる。いつも大事にされるのはヒーローばかりで敵は目の敵。それだけでも許しがたいのに、裏切り者のキャルトと一緒に我がコレクションとなった人間どもを解放して回るとは、これ以上放っておくわけにはいかん。私自ら制裁を与えよう。なんだと。ここから先には倒産。コレクティブリピン。なになに、ちょちょちょ、なになになに、こいつ、なに、え、ブリブリ回避した。おっしゃ、うわぁ、おっしゃ、お前があの、なに、キャルキャルキャル。キャルトには理解できまい。その造形を鑑賞し賛美されるのではなく、ブリスターパックから引きずり出された上に、おもちゃなどという安っぽい言葉で片付けられ、手荒く扱われる屈辱がどれだけのものかは。ブリスター、あなたの体に刻まれた傷や汚れは決して恥ずかしいことではないギャル。あなたを手に取って共に遊んでくれた人間との絆の証しギャル。違うぞキャルト、人間と思い出を分かち合うことなど私は望まない。私が望むのは、全ての人間が私の造形美に対し尊敬の念を抱くことなのだ。生まれながらのレアであるお前には分かるはずもないであろうな、小僧。次に会う時はこうはいかんぞ。覚悟しておけ。プリスター、なぜ分かってくれないキャル。ほんと分からないおじさんだぞ。小僧だなんて、オラはゾウさんの子供じゃないぞ。はっ、もしかしてオラのゾウさんが小さいって言ってるの。あの魔人が言ってるのはその小僧じゃないわよ。うん、大きなお船。ここは海賊船キャル。
この船って何かに似てないかい？双葉幼稚園の送迎バス。勝手に俺様の船に乗り込んできやがって、このガキどもが。おお、組長。組長じゃねえ、俺様は海賊船の船長だ。キャプテン高倉田、俺様のことよ。今週のランキング第10位、先週と変わらずゆるゆるで出よってトップ10じゃねえ、キャプテンだ。おお、そうとも言う。言わないよ。いい度胸してるじゃねえか。サメの餌にしてやるから覚悟しな。うわ、キャルキャルキャル、やばい。怖い。うらうら、ライコイライコイ、ブリブリ、うらうら、危ない危ない、ちょっと、うらうら、うらうら、ちょ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 、くらい、お、よし、いけた、うらうら、うらうら、ちょ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 っと、くらい、くそ、うらうら、あ、くそ、お、届きそうに届かへん。くらい、あれ、うらうら、やばい、なんか変に負けそう。よし、あれ、どうしたんでしょう。オッケー、危なかった、なんか。おや、私は何をしていたのでしょうか。おお、組長。私は園長です。園長先生が元に戻った。元に？はっきりとは思い出せないけど、君たちが助けてくれたんですか。そうキャル、もう大丈夫キャル。いや、まだこの怖い顔では元に戻ったとは言えないかも。怖い顔は元からですって。